イジュンギは妹と同居中。歴代彼女や結婚についても。イジュンギさんといえば、影のあるミステリアスな役や、中性的で美しい男、そして、時代劇が似合う俳優というイメージなどがあると思います。今回は、そんなイジュンギさんの経歴や代表作、歴代彼女や結婚に関してご紹介したいと思います。イジュンギはどんな人？イジュンギさんは2001年にモデルとしてデビューした人気俳優です。代表作にはドラマ「レイ花燃えゆる8人の王子たち」、「イルジメ悪の花」などがありますが、イジュンギさんがブレイクしたきっかけの作品といえば、3000倍の競争率を勝ち抜いてコンギル役で出演した大ヒット映画「王の男」です。この映画での中性的なキャラクターが大人気となり、イジュンギ旋風を巻き起こすことに。実は映画デビュー作となるのは、2004年の草なぎ剛さん主演の日本映画「ホテルヴィーナス」なんですが、その時は映画の撮影をしながら居酒屋でバイトもしていたそうで、その翌年に「王の男」でブレイクすることになります。ホテルヴィーナス以外にも、2004年の日韓合作ドラマ「スターツエコーあなたに会いたくて」や、宮崎あおいさんと共演した2007年の映画「初雪の恋バージンスノー」に主演しているなど、日本との関わりが深い俳優としても知られていますね。ちなみに映画の撮影で京都に滞在中、ホストにならないかとスカウトされたなんて経験があるらしいですよ。王の男でブレイクしたイジュンギさんは一気に人気俳優の仲間入りをし、その後出演した映画「カンジュ 5.18」、ドラマ「犬と狼の時間」、「イルジメ」、「アラン・サトデン」、「レイ」、「花燃えゆる8人の王子たち」、「無法弁護士」、「最高のパートナー」、「悪の花」、「アゲイン・マイ・ライフ」、「巨悪に挑む刑事」などもヒットし、2016年には「バイオハザード」、ザ・ファイナルでハリウッドにも進出しています。時代劇のイメージが強いイ・ジュンギさんですが、ソン・ジュンギさんとバトンタッチして参加した2023年の最新ドラマ「アスダル年代記」のシーズン2「アラムーンの剣」では、大工を舞台としたファンタジー時代劇という一風変わった作品に挑戦しています。このように数多くの作品に出演してきたイ・ジュンギさんですが、個人的におすすめの作品を紹介していこうと思います。イジュンギのおすすめ出演作品、ホテルヴィーナス。これは2004年公開当時に見た作品で、誰なのかも知らないまま見たイジュンギさんの印象が非常に強かった覚えがあります。ちょっと過剰演出に思えるものの、当時は好きで何度も見返したので、後に韓国ドラマを見た際に主演として登場しているのに気づいて、なんか見たことあると思ったらホテルヴィーナスの人だとびっくりしました。韓国でブレイクしたきっかけは、中性的な見た目やミステリアスなキャラクターというものなので、この映画の中で見れる殺し屋気取りの少年という青春感のあるキャラクターは他の作品では見ることができません。そういった意味でも、イ・ジュンギさんのファンなら見ておいて損はないと思います。イルジメ。人気作「レイ花燃えゆる8人の王子たち」や「王の男」と比べると、ミステリアスさや美しさは劣るのかもしれませんが、サクサク見ることができます。レイを見てイ・ジュンギさんのファンになった人からすれば期待外れに感じる可能性もありますが、朝廷内での権力闘争ものに飽きた方は新鮮に楽しめるかもしれませんよ。あとハン・ヒョジュさんも可愛いです。 2Weeks。 この作品は2013年に放送された殺人の濡れ衣を着せられた男の逃走劇です。こういったサスペンスアクションものだと、犬と狼の時間や無法弁護士、最高のパートナーの方が有名だし評価も高いのかもしれませんが、病気の娘を助けるために期限内に病院にたどり着くとか、警察から逃げながら
真犯人と対決し濡れ衣を晴らすというシンプルな展開が胸熱なんです。子役の可愛らしさもあって感動必至の良作になっていると思いますね。イジュンギの歴代彼女。2023年現在、イジュンギさんは独身ですが、彼女はいるのでしょうか。チョン・ヘビン。ドラマ「朝鮮ガンマン」で共演したチョン・ヘビンさんとは3回も熱愛報道が出て、その度に否定していたそうですが、2017年に4回目の熱愛報道が出た際に2人の所属事務所が公式に認めました。2016年の上半期頃から恋人関係に発展していたそうですが、結局数ヶ月で2人は破局してしまいます。 IU ドラマ「レイ花もゆる8人の王子たち」で共演した IU さんとは、この作品でベストカップル賞を受賞したことや、プライベートでの仲の良さが SNS で公開されていたこともあり、交際が噂されたようです。結局はドラマのイメージから浮上した噂に過ぎず、事務所も完全否定することに。ボア。歌手兼俳優として活躍するボアさんとは2006年頃に噂になったことがあります。そのきっかけとなったのは、イジュンギさんのバースデーパーティーにイヒョリさんとボアさんが参加したことです。この時撮られた2人の写真が SNS で出回り噂となったようですが、イジュンギさんはイヒョリさんからボアさんを紹介してもらったものの、友人となっただけで交際には至らなかったそうです。宮崎葵。イジュンギさんと映画初恋の雪で共演していた宮崎葵さんとは、日韓のビッグカップル誕生という熱愛報道がされたそうですが、2人は仲のいい共演者だったようで、宮崎葵さんは当時付き合っていた俳優との結婚を発表しました。この他にもイジュンギさんが2012年に除隊する直前に女優のユリアさんと熱愛報道が出ました。2人は共通の知人である美容師さんを通じて知り合い、1、2度食事をしたそうですが、それ以上発展することはなかったようです。イジュンギは妹と同居で結婚できない。イジュンギさんが妹バカであることはファンの間では有名ですが、その11歳年下の妹さんと2013年から同居生活を送っていることはご存知でしょうか。韓国で2023年8月30日に放送された TVN バラエティ番組ユクイズオンザブロックにゲスト出演したイジュンギさんは、スタッフの妹が柔術のスパーリング相手になってくれると聞いた、2013年から妹と一緒に住んでいると聞いたが今も一緒に住んでいるのか、という質問に対して、今も妹と一緒に住んでいると答えています。そして2人が結婚できない理由は2人がくっついているからだと言われていると仲の良さをアピールしています。またイジュンギさんと共に3年半一緒に練習したという柔術も、妹さんは大会に出て受賞したレベルだそうで、妹が僕のためにすごく苦労している、妹のおかげで僕は仕事に集中することができると妹に対する愛情を示しました。そして妹さんが結婚すると言ったらどうするのか、という質問に対しては、本当に腹が立つと思う、まともな人間じゃないとちょっとこの仕事を辞めてでも管理に入ると思う、本当に大切な家族だと答えるなど、イジュンギさんの妹さんに対する溺愛ぶりが垣間見えました。まとめ、いかがでしたでしょうか。イジュンギさんがラブコメ作品に出演していないことに今更ながら気がつきました。時代劇やサスペンスアクションなど、イジュンギさんのイメージとぴったりな作品もいいのですが、一度くらいはベタベタなラブコメ作品が見てみたいですね。